オバマ前大統領、鳩山幸夫を酷評し、さらし者に。本日、オバマ前大統領が発売した回顧録の中で、鳩山幸夫さんについて、漢字はいいが厄介な同僚だった。3年弱で4人目の首相であり、日本を苦しめてきた硬直化し、目標の定まらない政治の症状だと、鳩山さんを酷評したことが、 明らかになりました。まあ、この、鳩山幸雄さんに対する評価については、そうですね、国民、日本人から見ても、おっしゃる通りだと言うしかございませんが、まあ、残念ながら、当時、国民が民主党政権を誕生させてしまったという事実があり、まあ、現在国民の大半は、 まあ、そういった民主党政権の悪夢に反省をして、正しい選択を選挙において行っておりますが、国民の皆様、有権者の皆様、二度とあの民主党政権の悪夢を繰り返すことがないように、今後もご協力をお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただき、ありがとうございました。